はい。ということで、G1 レース2週前読み切り、えー、始めます。日本ダビーですね。いよいよ日本ダビです。えー、では2週前、読み切り始めます。えー、その前にチャンネル登録者はついに400人ですね。ありがとうございます。えー、だんだん増えてきましたね。ちょこちょこですけど。えー、これからもよろしくお願いしますね。 はい。えー、ということで、えー、と,と、最近ね、まあ、このチャンネル登録された方もいると思うんで、改めてこの、もしたらの内容ですけど、えー、もし中小企業のサラリーマンが一列で10万通し続けたらってことで、はい。私が実験台です。で、えー、略して、もしとたらとてもしたらと。ね。もしドラのパクリではありませんってことだけ言っておきますね。 はい。えー、では、行きましょうかー。の前にもう一個ありますね。もしたら、最近の週間コートですね。えー、月曜日に日曜日の結果と、えー、次の週のレースの事前調査ですね。はい。えー、火曜日に G1 レースがもしね、その、2週前、2週後にあるんだったら2週前み切りがあります。今回みたいにね。 あとは、事前調査もし月曜日の部分残ってたり、月曜日できなかったら事前調査予備日であります。えー、水曜日、もし火曜日に G1 レースのちょっと予想をつかんかったら、水曜日に延期しますと。で、木曜日、えー、枠順はちょっと決まらないですかね。安状等々ですね。まあ、枠順決まらなかったら G1 レースですね。えー、決まってもしね、えー、暫定本命してた馬が外行ったとかね。安城茶状ちゃわんけって怒った時に事後調査がたまに入ります。えー、金曜日には土曜日のレース予想。 えと、えー、そうですね。まあ、ここの自己調査はあんまやらないと思うんですけど、まあ、漫画入っちった時の自己調査。えー、土曜日には土曜日のレース結果をお伝えして、日曜日のレース予想と。日曜日は基本開けます。まあ、なあい,いと思いますわ。もしね、土曜日によ夜より潰れたら日曜日の皆さんに緊急でやりますってこともあるんですけど、まあ、基本開けます。はい。ということで、この流れで行くんで、これからもよろしくお願いします。で、2週前め切りにね、これ行きましょう。 最近ちょっとマイブームですね。読み切り予想前に脳トレですね。えー、最近この脳トレ始めてからね、頭がね、もう脳みそがチューチューなってね。えー、もう、シャカシャカなって、もう、ちょっとね、調子上がってきたんで回収率。はい。えー、今回も脳、トレしてから予想入りましょう。いきますよ。せーの、ジャニ口ノ脳トレですね。これ勝手に始めてますけど。 行きましょう。今回でもシンプルです。制限時間は多分20秒から30秒ですね。えー、自動的に答え出てくるんで、あらかじめご了承ください。では行きます。よーい。はい。黒四角に当てはまるアルファベットはということで、えー、どうぞ。O, T, T, F, F, S, S の次ですね。はい。30秒なんで、もう結構もうちょっとした出てきますわ。はい。どうぞ。えー、そんな難しくないです。IQ で言うたら100ぐらい。ちょっと平均ぐらいちゃいます もうちょっとしたらね、もう答え出てくるんでね、えー、もっと考えたい人は一時停止しておいてください。そんな難しくないですよ。はい、答え出ましたね。えー、こちらですね、答え。ね。わかりましたかそんな難しくないですよ。ね。もう、説明せんでもわかりますね。はい、えー、ってことで答えは8ってことでいいですね。ね。いいなだけでいいですね。 ああ、しょうむな。寒いよ、これ。これは非常に寒い。夏やのめっちゃ寒かった、今。ね。えー、意外とね、こういう O と、ナーとね、TTFFSS って並んでるんでね、ここ何入れないのって思うんですけど、意外とね、えー、こういう並びなんですね、1から8ね。えー、こっから、次 N ですかえー、ちょっとね、この羅列車並びがね、ちょっとね、見そうですね。何がでは行きましょう。 二じワンレース、西馬やみきですね。日本ダービーってこといよいよ上半期の一番ですか。まあ、宝塚記念、覗けばですけど。はい。行きましょう。さあ。今年はどうなるでしょうかえーね、さつき賞も本命不在って言われたなんか混戦状態って言われた中ね。<laughs> えー、どうなるでしょうかね。えー、私も未だに混戦状態ですよ、これ。 えー、19と登録。で、えー、っとですね、ちょっと優先出走権とかの関係もありまして、出走除外がダンビライトじゃなくって、えー、誰やったっけあれダンビライトは確か3着か抽選、抽選権じゃ出走権あって、クリンちゃんも結局4着で出走権あったんで、あー、ごめんなさい、トのクロニクルですね。えー、京都新聞杯優先出走権なくてですね、えー、前回も京都新聞杯出た通り2着でも賞金足りませんよってことで、 残念ながら、佐藤の国に来るが、除外。結局、プラチナのバレットもね、怪我でおらんので、京都新聞配組は今回なしですね。残念ええー、まぁ、あ、佐月賞組がね、毎回データいいよって話なんですけど、まあそれはそうやろうってことなんですけどね、それは客観的に見てね、G1 走ってるんです、そら実績あるでしょってことで。えー、佐月賞組、あるいは NHK マイル組、えー、あとは毎日配組、 えあと、プリンシパルの一着場ですね。優先出土現場。あとは、場所ですね。はい。大体、ベタなところの路線ですわ。ちょっと、万一杯ぐらいがイレギュラーかなーぐらいですね。はい。でね、えーっと、どうしましょう。何をかなーと思ってね。一応、本命対国の三角もうね、ズバッと三頭は決めとるんですね。あと、特注場一頭ですね。えー、そこはだ、だいたいは今もう、ほぼほぼ頭描けとるんで。えーっと、 そうですね。さっきそっちから言いますか言いましょうかはい。えー、まず本命。えー、まあ、暫定ですけど、今のところ、えー、こちらですね。アードミラブル。えー、前回のアバショーでもガチガチ本命で言ったんですけど、まあ、前奏、えー、文句なしでしたね。 えー、アンジョデムちゃんが、えー、ペルシャンナイトを抑えてこっち乗ってくるらしいんで、多分本気ですね。えー、たし、一番人気なっておかしくないんじゃないかなと思ってますね。はい。アルワインが、サツキショーバーが一番人気になると思ってないんで、うん、どこよくでしょうけどね。はい。えー、っと、まあ、アオバショ組、えー、データ的に悪いってことで、えー、アオバショ組からまだ一着は出てないと。 え、言われてますけど。えっ、ー、と、ただその過去の青場所組のね、やっぱ持ちタイム見てる限り、やっぱこ、この青場所のこの時計。まあ確かにこの時ね、高速は高速やったんですけど。いや、にしてもこの時計はちょっとびっくりですね。もう、だってもう、ドゥラメンテとほぼほぼ変わらんぐらいのタイムなんで。えー、普段のダービーバーより全然時計早いんで、えー、 とりあえず早い時計には対応できるってことはもう証明できたんで。で、ダービーの時も絶対この時計ぐらいの速さになってくると思うんで。えー、もう前回の競馬がフロックと思ってません。えー、ただですね、前回最高峰から見据えての競馬だったんですけど、ちょっと最後ね、まあ遊んでた面もあったんですけど、えー、おとなしさんをちょっと気に入らんかったみたいで、ちょっ と、あれですね。もうちょっと楽に勝たしたかったってことで、ちょっとあの後ムちゃん怒ってたみたいですね。んん。ただまあ前回でね。完全に出し切った感ないんで、えー、次もね、えー。そうですね。どっちかというと能力あるんで馬の木の問題ですね、えー。遊ばんようにね。抜け出してからふわふわとかないようにだけしてほしいですね。以上ですね。それぐらいです。は、正直、この馬に前うこと、もうそんな理由ないですね。正直。 えー、青葉将組でどうなんですかってことなんですけどん、じゃあ逆に聞きますけど、今回の佐々木将組でそんなね、まともに強いのも見ましたかって言ったら、毎年の例年の佐々木商売より、ね、本命不在言われてるぐらいのに、そんなもう、どこどこでしょ、これ。ね。アルワインがね、まっと本物に強かったかって言うとね、そこまで、ょだって、でも言い方してるんですけどね。 ね。それ考えると、青場所組でね、この、えー、青場所レコードですね。しかもね、ダービーの、えー、ダービーのレコードのドゥラメンテとほぼ近いと。えー、そうなったらもう、青場所の今回の、ね、特に一着場だけですけど、この馬だけちょっと特別ですよね。はい。2分23秒6と。文句ないでしょ。え、あの上出無茶やし、ディープサンクなんで何と言っても、えー、もう、ダービーは来たらもうほぼね、去年もオールディープで決まってるぐらいなんで、もう、とりあえずディープサンク押せとくからバーチャー当たりますよって。 本命。えー、ただ、えー、一応強さ的に本命してますけど、大人さん9車なんで、あんまりね、毎回言ってますけど、大人さんとこ G1 あなたら1枚かけるとこあるんで、うんちょっとまたこれ、えー、本チャンで考えます。ね、枠順決まり次第。はい。えー、対抗ですね。えー、対抗を、えー、こちら。えー、里のアーサーにしましょう。えー、このまま路線がちょっとハテナのどこなんかから来たんですけど、 の、ええー、とね、もう、毎回、ここ2年の方程式ですね、もう、ディープに計算とこうですか、これ。いいでしょ、それで。んで、里野ってことで、これ、オーナー里見さんでしょ。もう3年連続ですわ。里野ラーゼン。えー、去年、里野ダイヤモンド。はい、今年、里野アーサー。はい、シンプル。えー、アドミラブルと、これ、本命対抗、また考えますわ、枠ク次第で。はい。 ね、えー、っと、もともとセレクトでも2億円の馬なんで、全然それぐらいの素質はあるんでね、決闘的にも。まあ、えー、っと、えー、そうですね、えー、500万、前、前に紹介しましたけど、この、えー、っと、上がり32秒7と半身で圧勝。えー、木更木賞重かっただけ。えー、前走 r I にうまく負けただけ、うまく向こうが乗ってしまったぐらいですわ。 はい。えー、前奏2着なんですけど、それでもね、えー、上がり33秒3と。はい。ね、もうもう強いと思いますよ、正直。前奏ね、差し損ねただけで。で、R を、負けたアルワインでしょうまく乗った。んで、アルワイン、さつき賞買ってるんで、まあ、そのままにもう近づいてる実力あるんで、まあまあまあ、このね、2 0 0全然差し切れるとこ、舞台やったら、まあまあ、対抗ぐらいまでしてもいいでしょ。池江さん。 サトミさん、ディープ、補テ式です、これもう。3年連続や、これ。うまいよ、これ。非常にうまいよ、これ。へだしい、そんなね、もしかしたら人気そこまで出ないかもしれないんで、4番人気論落ち着いたら、買いでしょ、これ。まあ、買いですわ。はい。シンプル。ね。一応、ダービー見据えて、えー、調教してくれたんでね、毎日早いから。まあまあ、買いでしょ。サツキシーするし、わけですしね。はい。 え、で、クロス三角ですね。こちらに、えー、アロワインを持ってきます。えー、前回ね、サツキショー、えー、砂がシャーシャー言ってるババあやったんでね、前向きのアロワインって紹介したんですけど。えー、こちらも同様、池江さんの一応ディープなんで、まあ、池江さんにつきますわ。ここ最近やっぱ池江さんがやっぱこのダービー来てるイメージごっつい強いんで。うんやっぱりここら辺やってくるとやっぱ調教師が物を言いますわね。あと、 と、と、もうそこですわね。もう、r イも多分下手しい、さつき商売なんで1、2番人気でしょう。まあ、2番人気かな。アドミナブルといショップで。人気で買いましょう。しゃーない。これは。で、人気でも多分5倍とかね、4倍で、混戦モードになるんで、も買いましょう。変にね、穴から行く必要ないと思いますわ。正直ここら辺ね、この今言った3等、ええー、まあ、1番人気から4番人気、5番人気ぐらい落ち着くと思うんですけど。買いましょうもう。横並みなんですか三3連単も、まあまあつくと思いますよ。 えー、どっからこうでもつくんですから。そうだったらもう人気からこうでも損ないですと。ね。一挙ずにもならんと思うんで、今回。で、穴から一個思ってる人も結構いると思いますよ。それは混戦モードなんで。いやー、でもね、混戦オッズやからこその人気は買わないと。え、ね、もうだってもう、池江さんとディープと里みさんでも大体十分ですよ。もう以上ですよ、これ。ほぼほぼ以上ですよ、それで。ね。で、あれでしょアーバショーレコードの馬でしょもうこれもういい字ですよ、これ。 もう考え方超い,いじゃん。で、ダービー、ね、ダービーとオークスのあれで、も上がり使えるまでしょ。もう超維い,いですよ、これ。上がり最速、サタナーさんも上がり最速。もうちょ、もう超い維持。はい。 あとのまね、意外とそんなね、前走上がりさんいないってそこまでいないんでね、これ結構珍しいんですね。まあ、サツキきャがちょっと前で決まってもらったとあるんですけど、えー、それはちょっと珍しいですね。こんな、うん、今までね、結構やっぱ上がり使えたまま結構おったんですけど、まあ、今回そんな前走に上がりがね、またもに使えてるのはほんまおらんと。で、上がり最速バってたらもうこの、アドミラブルと里の朝ぐらいなんでね、やっぱり上がりダビア使えないと話にならないんで、はい。もう十分でしょ。はい、この3と。 ね。で、えー、まあ、ここまではね、正直そんな予想もくそもないんですよね。はい。ね。あとね、ペルシャナイトとかいますよ。ペルシャナイトもね、前走2着でま、強かったんですけどね、デブちゃん降ろされてますしね、ここね。 はい。レイディオールをね、ルメちゃんで、まあ確かにね、選手も買ってね、ルメちゃんの復活をのろして言いたいんですけどね、確かにダービー見据えて前奏を叩いたってことなんですけど、ただこのね、それが中山2000次本チャンやったらもう一回わかるんですけど、これ、東京に攻めなくなってどうなるねってほんまわからないんで、ね、レイディオールは。人気は出ると思うんですけど。えー、で、あとはカデナとか、ちょっと落ちるかなと思ってますよね、人気的にもね。 うーん、カーデナもちょっとね、やよい勝ちましたけど、そこまでかなと思ってますわ。うーん、ですね。うーん、でしょうね。でしょうわ。はい。あ,あとは、スワブリチャードもちょっとわからんね。東京で一変しそうですけどね。確かに怖いっちゃ怖いけどね。うん、怖いね。うん、怖いね。これぐらいかなちょっと怖いの。ちょっと怖いね。ああ、怖いな。 ああ、素炙りちゃうちょっと怖い。チャレンジちょっと怖いな。入れとくちょっと怖いな。一応万が一入れとこうか。万が一ぐらい入れとこか。一応、バッテンぐらいしとくか。ちょっと、白三角まで言い過ぎもんな。ちょっとバッテンぐらいしときますわ。はい。で、えー、特注馬ですね。行きましょう。えー、特注馬ですけど、 えーっと、まあ、あダービーといえばですね、えー、っと、オークスの東京に千五百全く同じ舞台なんですけど、えー、唯一違う点。ま、あもう、ボーバヒンバーは違いますけど、えー、唯一、唯一言ったらおかしいですけど、えー、違う点が一個だけありましてですね、えー、このコースですね。えー、オークスまでは B コース使うんですけど、えー、こちら、ダービーだった瞬間にね、C コースに変わります。はい。ってことでね、 うちらちがね、やっぱり多少は有利になるわけですわ。で、えーまあ、えー、証明スタンドスタートなんでね、2400は東京。ってことはね、やっぱりうちらち、うち枠はね、結構ダービーでは結構有利になりますわ。復活してるんで。はい。で、そのデータが出てます。えー、前回オークスで紹介したんですけど、オークスはね、枠順そこまでね、左右されないってことで、中枠も結構来るってことを言うたんですけど、えー、ダービーになるとですね、もうほんまに、 もう、それが決定的な理由ってなるぐらいね、この C コースからやった瞬間のこのデータ。まあ、綺麗。まあ、綺麗ですわ。もう、ピンク、過去10年。もう、ほぼ来ません。ね。逆に。まあ、2枠、3枠はあれですけど、1枠。まあ、強い。ロスなくいったら、まあ、まあ、強い。まあ、強いですわ。ね、1コーナーでポジション取りもせんでいいし、ね、後ろでずっと止めていいしね。 で、ね十、えー、18立建てというのもね、意外とそんなうちでね、揉まれないんですね、東京24なんでね、そこまでうち閉められて出れませんでしたって、そんな中回みたいなことないんで。えー、ね、2役なんでね、ある程度立て長になったりするんで、団子で一段で行くことまあないんで、大体立て長な,なりますわね。ってことはもうね、うちでぴったりね、マークしたのが絶対ね、有利なそれもうわかりますし、も超いいですわ。ね。過去10年で5勝ですわ。 はい。これ考えるとも間違いなく内枠より間違いありません。ね。一応見ておきましょうか。ね。えー、去年ね。えー、D マジェスティムは1枠1番で3着。で、買ったーがマカヒキ。サトダイモントとこの花さ、正直枠順だと思いましたね。最初のポジション取りの差ぐらいさ、マカヒキはもうね、 頑張っていかんでもよか,かったんですけど、佐藤ノダイやっぱある程度ちょっとね、えー、最初、えー、前目つけようって意識あったんで、やっぱその差ですわね。はい。ね。えー、お、ま、おととしはね、ドラメンタはま、能力次元えー、桁違いってことなんですけど。えー、2着ね。えー、池江さん、さっき言った里トさんとか佐藤ノラーえー、これ完全に内枠の差で来てますわ。いいね、岩田さんでしょ、うちに強いはい。内枠来てますわ。えぇ、ー、3年前。えー、こちらも1枠。 ね、ワンドリー。ね。で、えー、負けたイデイスラボニータですけども、イスラボニータ。えー、言うてましたね、皆さん。えー、こう枠の差で負けましたと。まあ、そうですわ。あれを見てたらやっぱ、逆にこう7日来たな、よう来たなと思ったぐらいですわ。枠の差。3着何来ましたこれ。3着。マイネル・フロスト。内枠。もうそれ。超、超シンプル。もう一個見ておきましょうか。もう内の差ですわ。えー、絆。まあ、これはもう来なかったですね。 絆。ま、あ一枠一番。ま、あこれもともと強かったんね。三着だ来ました、これ。アポロソニックや、これ。内枠やから、これ。もう以上や、これ。ね。まあ、内枠が全部来るってことないんですけど、内枠に越したことない。はい。大体割愛、ん過去4年ぐらいしか見ていませんだけど、こんなもんです、ね。で、それを踏まえた上ですね、えー、もし、え、同様にね、アポロソニックを、えー、もう一つだったっけえーや、もうアポロソニックと あれれあ、マイネルフロスト。同様、えー、内枠、一枠、一枠二枠ぐらい入った時の特注は万が一拾っときましょうって紐でね。えー、こちらですね。ほぼほぼ、でもそれでも入ったとしてもね、ほんま、一瞬月があるかなぐらいで考えてください。特注はマイネルスフェーンで行きたいと思いますね。ほい。えー、まあ。 えー、この馬ね、もともとはそんな、えー、パッとしなかったんですけど、うーん、この東京ですね、ここで、えー、と一発、えー、2000メ、えートル、大外ですね、2000メートル不利の中で、えー、うまいこと立ち回って、勝ってあ、能力出てきたなぁと思ってね、まして、ゴールドン軍なんで、万星がただ分かってたんで、えー、ホープフルね、その後、えー、あのレイディオロイン2着と。 えー、まあまあ良かったですわ。えー、形成杯、外から追い込んで、コマルンパス届かなかったもう、コンマ1の3着。で、えー、この時点でですね、えー、っと、1勝と、えー、重賞1回しか、重、え、賞、ー、2着だけなんですね、賞金獲得的に。で、この賞金、正直心細いですよね、ダービー、あるいはサツキ賞出るには。で、どこ行くんかなーって、計算量見たらね、青場所行ったんですね。 えー、賞金賞、正直ね、ダービー出るね、ね、えー、ボーダーラインまでしてなかったに近かったんですけど、ここ、アーバッションに出たわけですね。うん。で、出たにも関わらずね、えー、まあ、参って負けてもうたんですけど、そこまでまともになんかガチで仕上げてなかったなと思って。これは、何、位かバッチかのダービーに向けての叩きやったんかなと今思ってますわ。えー、正直ね、 出れないと思ってたんですけど、えー、順番もね、これ最後ですわ。18番目ですわ。えー、優先出走権の、まあ、ね、含めた場合、えー、ね、賞金で言うたらもう最下位になっちゃってるんで、よく出れたなーって思ってるぐらいなんですけど、えー、まあでもそれでも出れただけでも運があるんですけど、えー、もしかしたらこのう打ち役行ったらね、べり込む可能性あります。で、 逆に前走のこの、えー、普段はね、後ろから、えー、まっくり上げていく競馬なんですけど、えー、逆にこれね、えー、前目で競馬したんが結構来きたなぁと思って、まあ、一応9着に破れたんですけど、どうまぁ、あ、破れたんですけど、4コーナーから直線入るまで本ほんまに手応え良かったんで、えー、まあでもこの競馬覚えてくれて、結構ね、東京24っていうまたね、未知の距離経験したんで、えー、 これを踏まえてね、ダービーちょっと抑えながら行ってほしいなと思って、ちょっとこれ馬が飛び出した感あったんで、うん、ちょっと休み明けの分とチークピースつけてちょっとあれですね、ま、えー、出遅れを防いだんですけど、馬がもうちょっともう調子乗って前行っても,もうた後ね、勢いありすぎてね、わ、スタートよわ今日って言ってね、行きますわ僕って言って行っもうたんで、ああ、ああ、と思ったんですけど。 えー、この合場所ですね、特に合場所組ですね。えー、と、まあ、過去にね、そんな入れてないよアドミラム含れて言うてたんですけど。えー、ただですね、ここの過去のよね、先ほども言いました通り、ちょ,ちょっとだけね、リンクをさせちゃうと、えー、ワンドーリー買った時のね、マイネウフロスト、えー、この馬もね、 えっと、実はですね、えっ、ー、と青、青場所、青場所、古いな、青場所ですね。青場所、えー、前目つけてき、ま、結局6着とね。えー、ちょっと前寝る不正に似てる形ですね。これね、もう相手負けたと。で、その後ちゃんとダービーね、えー、抑えて、ちょっと控えめにしてね、うち、同じ枠引いて、リベンジで3着と。<laughs> ね。 ちょっとやっぱ、あれですね、同じ舞台なんでなアバショーと。やっぱそれが学習、学習能力が響くんですかね。マイネルフロスも結構学習能力あるって、まって聞いてるんで。アポロソニックですね。えー、こちらは、えー、と、アバショーで、えー、と、逃げて2着と。ね。で、えー、ダービーもそのまま学習して、ちゃんと巻いて3着と。 え控えではないんですけど、えー、一応、青葉賞で、ま、前あ、って、まあ、えー、結構、ためなった組っていうんですかね、ちょっと、独断と偏見の言い方なんですけど、えー、ちゃんと2回連続来てくれてたんで、えー、マイネースへも、前回の競馬見てる限りね、えー、と、あんだけスタート良かったら公回スタート良かったら押さえ、尋押えてくれたら、もしかしたらうち引いたらね、残れる可能性あるんじゃないかなと思って期待しますわ。単勝ってか、人気全然ないと思う多分10万人引るですよ、これ。チャンスよ、これ。暇えで、これ。 チャンスやで。頑張って。スフェア頑張って。前にいるフロストについて頑張って。頑張れ。ビッグレッドファーム頑張って。安城大地第一か。柴田第一か。これ。タナム。第一。三着。とりあえず内枠引いて。一か4番引いて。アポロソニックとあれについて三番引くか。これ。三番引いたらリンクするぞ。これ。頑張って。 頑張って第一第一頑張ってガッツポーズで芝田第一機しって待ってよな、これ。今中これ。マイネルホーゴールインってこれ、今中。マイネルホーゴールガッツポーズで芝田第一機してこれもう一回言わなか。マイネル。頑張ってあ、しんど。もうとりあえず応援したんで今。もうしんどいですわ。はい。とりあえず、えー、今のところですね。えー、本命アドミラブル。太鼓は外なさ。えー、黒三角アルワインってことイケディープ。 で、行きましょう。アドミラブルは青葉、青場所レコードです。はい。あと、チャリード一応、え、おまけで押さえましたと。で、あと、徳地場、前にあフェーン内枠行って、前回の競馬が学習できたら、ちょっと溜め聞かしていってほしいですね。内枠でロスなく、溜め聞かして銃弾、中断、やいや前、ちょっと前でもいいですわ。溜め聞かして最後伸びてください。うん。あとは、言ってた枠ですね、ほんまに。 そら8枠はほんま正直切ってもいいかなと思ってるぐらいなんで、アドメラブル、サトナース、RY も正直ほんまうちより8以内、十三さわやく 10, 10以内、10万以内に入ってください。はい、ちょっと長々とすいません。えー、ね、2週前読み切り、2週間前なんですけど結構発狂しました、これ。はい。ね、えー、これからもよろしくお願いします。ということで、えー、一応ダービーこれで2週前向き終わらせてもらいますね。また事前調査やりましょう。来週ね。はい、以上で終わります。 ご清聴ありがとうございました。